皆さんこんにちは。今回先手番なんですけども、ちょっとやりたい戦法があるので指していきます。ノーマル四間飛車なんですけど、ノーマル四間飛車からちょっとやりたい形があって、でもこれ相手の方右四間飛車してくるかな、どうやろう。囲ってちょっと穴熊にしたいんですよね。これ右四間飛車か。右四間飛車だとちょっと難しいかな。右四間飛車にされると、ちょっとわからない。まだわからない。いやーでもこれはどうなんやろ。飛車回ってくるか。でも歩ついてくる。ちょっと金上がって様子見ましょう。ちょっと穴熊にしたいんですけど、これ金上がる違ったかな。金上がるはちょっと違った説あるんですけど、自分のちょっとやりたいことができなくなる可能性あるんですけど、穴熊で昔自分、初段ぐらいの頃だったと思うんですけど、ちょっとこう、隠し技として使ってた戦法で結構勝ち方があるので、ちょっとやっていきたいなと思うんですけど、急戦で来られると、難しいかな。銀出て、この後銀をここにくっつけるっていう指し方があって、歩ついて銀で、ひたすら玉を固めるっていう、指し方があって、それでどうかなと思ってるんですけど、金一回寄りますか。銀引いて、ひたすら固めて。で、この金をできればここにくっつけたい。金寄りで済ましてもいいんですけど、銀引いて、ひたすら玉を固める戦法。当時自分が初段ぐらいの頃って、すごい玉の硬さ大正義時代で、玉の硬さ大正義時代ってちょっとよくわかんないけど、ちょっとそういうのもあって、将棋って固めれば勝てるんじゃねって思ってた時期で、この金引きの穴熊よくやってたんですよね。昔 PSP っていう、今でもやってる方もしかしたら少数でだと思うんですけど、いらっしゃると思うんですけど、 PSP っていう何ていうんですか、機械あったんですけど、それで将棋のソフトがあって、それに対してとかもよく使ってまして、その将棋のソフトと対局しながら結構自分強くなったところあるんですけど、その PSP のソフトにもよく使ってましたね。PSP っていう響きが懐かしすぎて泣きそうなんですけど、PSP の響きが懐かしすぎて泣きそうになってる人絶対今いますね、視聴者の方に。で、これ金引いて完成ですね。これ金引くんじゃないかな、シンプルに。これ同歩って取っちゃうと、角成って同桂で歩突きで、同歩同飛車で攻められるのがちょっと嫌と。そこで角打ちの反撃があるから、それはそれで難しそうですけど。ここで放置して、次相手の方に取ってもらえれば、同角同飛車と手順にさばけるんで、金引いて待ちましょう。これです。これが私の秘技最強囲い。これがね、でも現代に通じるかは、謎なところは正直あるんですけど、でも大津とか結局というか、結構硬い玉が勝ちやすいところはあるんで、ちょっと普段の戦法をちょっともう別のやりたいなっていう日にはこういうのも楽しいかもしれない。で、取って、あとは硬さを生かして攻めていくっていうのが大事。だからもう飛車とか切ってもいいんで、とにかく攻めのつながる形を意識していきたいですね。これ同角にどうしてくるんやろう。同角同飛車で6五歩って打つんか。で、とりあえず飛車だけ引かせて、飛車走ろうって、そういうことですかね。でもこれとりあえず取るか。5五銀か。でもそれ同角飛車成りで、もう飛車さばけたら勝ちなんで、玉これなんで、いや、そうですよね。玉これなんで、飛車が成れれば勝ちみたいなところある。で、これ同飛車ですね。銀出には同飛車かな。同桂で角。だからそう打ってくると思うんですけど、これでも、飛車引いて、飛車走った時に、でもこれ2つあるな。難しい、これ。飛車をここに引くのは、角打たれて飛車桂両取りかけられて、飛車逃げても角馬作られて、でもそれ7筋突くとかあるんか。いや、それちょっと、でも一番下に行くのは角転がされて飛車いじめられて、ちょっとあんまりいい思いしなさそうなんで、ここに引きたいですね。で、その飛車を走られた時に2つあって、1つは角を打って飛車桂両取りをかける手ですね。もう1つは角を打つ手があって、で桂馬取ってくると思うんですけど、そこで香車取るのはなんか桂馬跳ねて馬閉じ込められるとあんまり自信がない気も。でもそれも3筋つく手あるか難しい。いや何が言いたいかっていうと、飛車引いて飛車走って角打って桂馬取った時に飛車をぶつけるっていう手もあってあるんですよね。いやどっちがいいんやろ。でもとりあえず引くか。悩ましい。これ飛車走った時に角打ちっていう悩みもあるし、飛車走った時に角打ちかっていう悩みもあるし、ああだからそっち打ってきたか。なるほど。走るのは角どっちの反撃もありそうだったんで、相手の方は角を1回打ってきたと。角を打って同角なり同桂に飛車を走ろうとしてる。そこで角打って飛車成って桂馬取って竜で飛車も合体。それはどうなってるんやこっちの玉が硬いってことだけはわかる。でも角打つぐらいしかとりあえずないんじゃないかな。もうこっちの玉ないようなもんですからね。こういう将棋界では玉が硬すぎることを玉がないって言ったりするんですけど、まさしくですねこれまさしく玉がない状態。まさしくこれぞ玉のない状態。まあこれ角打ってくんのかな。もう一回飛車走りは角がちょっと嫌だと思うんで、まあ、そうされても実際どうかは難しいところはあると思うんですけど、結構相手の方としては嫌だと思う。飛車走るってすると角打ってなんか攻め合いになるんですけど、まともな攻め合いはやっぱりこっちの玉がすごすぎるんで、すごいというか硬すぎるんで嫌だと思うんですよね。なんで角とか打ってこう桂取りを見せつつなんか抑え込みに来るような感じ。でもそうか、これ香車上がってるから角打ちの反撃が結構残ってるから、角には角とか、まああと一回桂馬逃げるとかあるから、わからない。難しいな。だから相手の方もちょっとここで長考って感じですね。ああ角か。これ悩むな。角打ちもあるし桂跳ねもあるし、普通は桂跳ねな気がするんですけど、シンプルにね同桂同歩同飛車ってなった時にこっちがさばききれるかが難しいところ。角を打って角を打ったら飛車走るのかな。で角なってみたいな。で飛車逃げて。いやもう謎すぎるわそれは謎すぎるわ。どうなんやろ。硬さを信じていいですか。6五桂って跳ねてみるとかあるんかな。飛車先を軽くして同桂になんかみたいな。でもそのなんかがないか。なんかって言ってなんかがないとなんかなんで、飛車浮いて受ける。まあそれ飛車走られて微妙か。角打ちます。走ります。まあ角打ちに飛車浮いたり飛車寄ったりして飛車逃げつつ桂馬に紐をつける手はあるんですけど、それはなんか得できそう。得してる気がするんで、こっちが多分もう角打ったら走ってくるんですよね。でなって逃げてなって、まあそれかな。それで攻め合いに持ち込むのがこっちの陣形を一番生かしてますか。ああそういう感じですか。なるほど。桂跳ねをちょっと考えてみたいけど、同桂でやっぱりちょっと微妙なんかな。そこで角成り桂成りは馬寄りでなんか勝てそう。勝てそうというか飛車交換になればな。でもちょっと桂馬桂成りはダメか。他は切って同飛車に桂馬、それはちょっと微妙すぎる。桂逃げるのが普通か。同桂同歩同飛車、いやじゃあ桂跳ねて同桂同歩は角なってくるんですよね。その時にぶっさばきの一手があればいいけど、ぶっさばけないか。飛車引いて飛車走って激の線か。それはここで受けておくっていう手は考えられなくはない。でも金寄って相手の方も桂馬を受けてくる。まあそこで7筋ついたりして、ここで1回受けるのが冷静か。突きなら引いてどうかみたいな。違うじゃあ分かんない。ちょっと浮いて受けよう。とにかく硬さを生かしたい。なんか飛車交換とかそういう展開になればこっちの硬さがもろに生きてくるんで、そういう展開にしたいんですけど、まあ、相手の方もやっぱりそこだけは警戒してくるんで、そこだけは一番ってちょっと分かんないけど、そこは一番警戒してくるんで、まあ簡単にはさせてくれないと。そして今壁に足が当たっていたいと。とりあえずそれは置いておいて、風つくのかな。風つきってでもどっちが得してるか微妙ですよね。風つきには飛車引くんですけど、その風つきが拠点を作りながら飛車取りっていう手で大きい手ではあるんですけど、風ついちゃうと角道止まるんで相手の方としてはその損があると。だから風つかれるのはまあ飛車いじめられて嫌なんですけど、こっちからするとこの角道を止めたとも見れるので、この突きがどっちが得かがはっきりしないっていうところがありますね。だから相手の方はノータイムではついてこない。あ、金寄り。まあこれはもう暴れるくんで将棋は桂頭。ああつっつとと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 。でもこれ切って同金で桂でどうなんやろ。さあ荒すぎか、荒すぎ謙信か。それはでもしょうがないですよね。もうだからちゃうもういいわこれ2つあるな。取って角飛車で取らせて歩成り、同金に桂跳ね。ただそれのデメリットは7筋で歩を渡しちゃうので、後々歩を打って反撃される手がある。ただ飛車を隠居させることができるっていうメリットがある。ここで切って同金桂跳ねは相手に歩を渡さないっていうメリットがあるんですけど、飛車が隠居してくれないっていうデメリットがある。あとこれ切って同金桂跳ねって飛車回られてまずいか。金取って飛車抜かれる。取ってなってで取って同金桂跳ねも飛車回りが一応あるんか。待って、でも取るか。いやむずいなむずいぞ。歩成同金桂跳ねは飛車回りが嫌だけどしょうがないかな。とりあえず跳ねて勝負。飛車回られて歩はもう桂成りで勝負しましょう。飛車回られたら飛車回り同角飛車回って飛車回って金取りにしようと思ったら同角成りでした。同角成りがあったことをお詫びいたします。飛車回られたらどうしよう。なんかぶっさばきないですか。歩打って角道止めつつ、なんか飛車回ったら歩打って次金取りますよって見せつつ、角道止めて、まあ飛車よりも見せていく、そういう生き方で人生の旅を巡っていくか。ちょっと時間もないんで相手の方の手を予想して、こうされたらこうっていうのを考えておかないといけない。いくらこっちの玉が硬いとはいえ風で攻め合いに持ち込まれる手はあるよな。でもまあ相手の方としてはちょっと嫌なんじゃないかな。風って金取って歩成りで成桂入っていけば飛車が詰む可能性もあるので、詰まないか。てか歩は飛車寄りがあるわ。歩は飛車寄りか。金取りで、それは嫌な気がする。飛車慣れれば歩って飛車寄りはこの縦の利きが受けにくいので飛車慣れると思うんですけど、飛車慣れればいいと思うので歩は大丈夫ですね。で飛車周りはもう歩を打って勝負しに行こう。他考えられる手としては同銀は同飛車。同銀同飛車もなんか駒損を回復できるからなんかいい気がする。それは歩が最善かわかんないけど、ちょっともうこれ以上は時間を使えないっていうのと、ちょっと手がこれ見えないんで、これ以外これ取ってくるか。同銀同歩でか。そこでなんか角とかで転がしに来るよねいやーなんかさばきたいよ。とりあえずさばかせてください。何か角とかですよね多分。飛車引いてじっとね。ちょっと桂馬置いとこう。桂跳ね見せて。なんか後々合体してなんか4筋からとか攻めれないかな。これ逆襲あるけどな。逆襲の飛車ってことこれ。でも強車で飛車詰まされんのか。一回引くか。一回引いて。で逆襲の飛車じゃないこれ逆襲の飛車ってことじゃない、もしかして。これこっちが壁になったんで逆襲していくと、これ意外にこれが受けにくい説。強車で飛車に角で逃げて歩成りで詰み、詰みってこと。同飛車同馬。もう同飛車同馬で右側にかけてこう。強車一回打つか。同金同歩同飛車。強車で逃げて強車一回打っとくか。同金同歩同飛車はまあ金もらえるの大きいでしょうと。あとはもう、はい。端にかける。玉硬いですから、間に合う間に合う。ほんとか。これで歩切れを解消されるのが痛いっていう説はあるんよな。歩なりで歩で。歩なりで歩。で、歩を受けられちゃうんで、それが痛い説はあるんですが、なんかこじ開けてなんとかなんない。こじ開け戦法で。あー、これそうか、桂跳ねが同馬か。銀打とうと思ったんですけど、桂跳ねて同馬か。銀はというか角か。風同歩、風同香。ん？風同歩、風同香。いやー、それ足りないか。金は玉上がり、金同玉、香車。それは足りないか。でも打つか。激筋悪いの一手。激筋悪の一手なんですけど。いや、こうやって迫っていこう。迫っていけば将棋は結構ドラマが起こりうる。いや、でもなんかさばき方下手やったな。さばき方下手成人やったな。さばき方下手成人だったな。なんかあった気がするけど。これ玉上がりで切らしに来られるのが怖い。でもこっちの玉は硬いから、とりあえず攻めていけばいいんやと。攻めればええんや戦法。大駒欲しい。でも大駒が入る未来が見えない。大駒が入る未来が見えないんですけど、香車って微妙やったかな。やっぱ歩切れのままで相手の方を追い詰めておく方が良かったか。なんか銀とかで飛車をどっかでいじめる手が強内度。いやー、行くしかないんや。ワインや、もう行くしかないんや。あ、逃げるね。でも銀とかでうるさくない？銀、飛車上がりか。銀、飛車上がり？銀。歩、同馬、銀。銀、なんか銀上がって使う？でも玉上がられるとダメか。銀、玉、銀。いや、銀上がろう。玉に銀上がって、大手飛車を見せてこう。解体作業。穴熊解体作業に入ります。ちょっと君はやっぱり攻め駒や。やっぱもともとここにいた銀内から、君には攻めとして働いてもらわないといけないんや。君は攻め駒なんや。同銀同馬。銀。銀は強なりか。同銀同馬。ちょっと。銀逃げ銀。いやー、使いたくない。駒使いたくない。歩つく。逃げ道塞ぐ。次銀がうるさい。でも歩突かれる。銀打つ。飛車逃げて銀出がある。よし。よしなのか。いやー、激戦ではあるよ。銀打って多分こっちに行く形になれば、相当寄り形だと思う。あー、そこで広げに来る。銀。取る。銀同桂か。待って、銀。ふう。桂取ろ。桂跳ね。ふう。同飛車、ふう、同歩、銀。なんかふ。あ、銀がある。同飛車は銀があるよ。銀があるよ。よし。なんか駒補充できた。駒は一応補充できた。で、取っとく。で、香車打ちを見せる。穴熊硬い。でも一回と金寄られる。金かわすか、それ。それ金かわしていこう。あ、歩は。なんか歩。同歩なら同銀。取ったら歩なり。あ、それ取られて、馬で銀まで取られる。待って。あー、通ったけど、そうか。取ると、あ、強者って、ガーちゃう。これ逃げる。待って、もうパニック。我パニックなり。てか、強者打った方が良かったわと言いつつ、これ取られるし、つくし。これは、なり。取る。いやー、取らないで。桂跳ねるか、それに。いやー、ちょ、一回叩く。で、桂、いやー、これでもな、弱体化していくからな。いやー、逃げ場所もないのか。歩を叩く。これ、寄せ合いで負ける説あるぞ。あー、そういう手はやめてください。取りませんけど、出ます。で、跳ねます。攻め合いで負けか。攻め合いで負けか。攻め合いでは負けたくない。せめて攻め合いだけでは負けたくない。歩叩く。あ、2歩 !2 歩あ、これただちょっと待って。荒れすぎなんですけど。待って。まだ時間で勝負するっていう手がある。あー、ちょっと待って、なんでなんで金取れへんかったん？あー、これはダダはきつ。はい。感想戦します。いやー、どうやったやろ？ちょっとグラフ見ますか。途中良くなっててもおかしくないと思うんですけどね。あー、でもそんなにか。まあ、でもそうか。まあでもそうか。あれ、まあそうか。いや、でもそらそうやな。ちょっとな、途中の攻めが微妙やったな。この辺りではっきり悪くなっていってるから、あ、ここの逃げるところが微妙でしたね。はい。ちょっと余韻が、これどうしたらよかったの？あ、そらそうか。なんで、そっち行かへんのやろ。これあれですね、次に、飛車で銀を取って、同歩に、こう、ここに角を打って、王手桂取りっていう手があって、まあ、飛車で銀と交換する手を常に見せておけば結構うるさいってことですね。そうか、これならまあ若干、まあ互角ですけど、まあ若干こっちにいいかなと。こういう将棋ってソフト的に評価値悪く出やすいと思うんですけど、それで若干こっちがいい手出てるってことは、まあ、実戦的にはもうかなりまずまずなのかなと思います。まあ、で、工夫ついて暴れていけば、確かにこれは暴れていけてるな。なんか走って、そうか、これは確かに十分暴れていけてる形に見える。とりあえずこの穴熊の良さが生きてる気がする。これは多分ここで系統に7四歩とここに歩を打って攻めて、まあどうかっていうことだと思うんですけど、まあこっちとしては十分な局面に見えますね。そうか、ここか。ここからチャンスをちょっと逃してたか。なんか暴れていけそうな感じもあったけど、若干やっぱ攻めが細かったですかね。あ、でもここあたりまた互角に戻ってますね。あ、歩が良くないのか。ここもちょっと見とこう。桂跳ねか？あー、桂跳ねか。同桂に馬つくって、あー、それか。なんかその筋もちょっと言ってたような気はするけど。まあ、取って、さばいていけば。確かにこれは自信あるな。自信あるというか、まあ、十分ですね。なんか絡んでいって。次6四桂とかこう金取りに桂馬打ったりいろいろ絡んでいく手があるんで、これは穴熊の良さがいきそうですね。そうか、ちょっとチャンスを逃しましたね。いろいろこの歩を打った時に同銀と取られて、なんか同歩に馬を作られる展開になって、ちょっと攻めていくのが大変になったかなと個人的には感じましたね。まあちょっと端から勝負していったんですけど、さすがにちょっと足りないといった感じでした。いやまあ最後はちょっともうあれですね、負けですね。ちょっと負けちゃったんであれだったんですけど、まあ先ほどの解析のところでも出てたように、まあこう無理やりさばいて勝ちに行くような展開があって、まあ、こちらとしても結構楽しい戦法かなと思います。まあ堅い玉好きな方にはかなりおすすめですね。まあ急戦に来られるとこれはさすがに組めないんですけど、もっと早い急戦に来られると組めないんですけど、まあ左身の急戦、今回のような展開であれば、まあ、ある程度組んで戦えるので、まあ、ちょっと普段の将棋、なんていうんですか、ちょっと変えて気分転換したい方は、まあ、こういう将棋も、こういう穴熊も指してみてください。まあ、結構楽しいかなと思います。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。